はい、皆様、今日はね、日岡山公園の梅ですね、状況を見に来ました。ほとんど咲いてません。まあまあ、全くと言っていいぐらい咲いてないんですが、ちょこっとだけね、咲きかけてるものもあります。こういう感じだね。まあ、ちょこっとだけやね。でもまあ、白梅ですけど、ちょっと、まあまあ、ね。咲きかけてると言えば咲きかけてるのかな、これ。これか。これなんかもまあまあ。あんまり綺麗に映ってないと思いますけどね、まあ、ご了承ください。まあこんなんまだまだやからね。あれもまだまだでしょうね。そうやね、そんな感じですか。まあまあ、咲きかけの木が 2,3 本あるという感じですよ、うん、まあまあ、ちょっと咲いてるのかな、これ。白梅ばっかりやね。赤いの遅いんかな。ちょっと見えないな。こっちか。こういう感じですか。拡大したらどうやろうか。ね、まあこの木にしたってまだこんな感じやからね。やっぱり3月ぐらいですかね、こういうの全然まだ咲いとらへんもんな。赤いのが遅いですね。うん、違うもん、どんどん。まあ赤いの、こっち小さいやつがちょっともうちょいかなっていう感じですよね、このちっちゃいやつ。はい。という感じです。まあ状況動画なんでね、まあ皆様この状態見ていただいて、いつ頃かなっていうのを想像していただいて、まあ3月頃やと思うんですけどね、またいらしてみてくださいね。はい、そんな感じでした。今日はね、日岡山公園ね、ちょっと梅の状況見に来ました。よろしければ高評価とね、チャンネル登録またよろしくお願いします。それではまたね、次の動画でお会いしたいですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。